去年12月、岡山県の吉備中央町長が逮捕された。その一部始終を捉えた動画がインターネットで話題を集めています。にわかには信じがたい情報の裏を取るため、報道部岡山県警キャップの佐藤記者が現場に向かいました。再生回数が2万回超え。YouTube で話題の動画です。映っているのは警察に連行されていく吉備中央町長の姿です。私は無実です。思わず膝から崩れ落ちる副町長の姿も。町長、報道機関として急ぎ事実を確認するため吉備中央町に急行しました。すいません、RSK なんですけど、はい、町長逮捕されたのってご存知ですか？はいはい、みんな知っとる。みんな知ってるんですか？うん、平気3回か4回したやね。3回か4回かしたの、逮捕されたよな。3回も逮捕されてるんですか？うん、町では多くの人の知る事態になっている模様。なぜか役場には町長本人の姿が。あれ、逮捕されたその町長なんですか？すごくくつろいでいらっしゃる雰囲気です。町長、今何されてるんですか？今逮捕されたんじゃないですか？いやいや、あれ PR ですから、もう本気にしないでください。山本町長によると、今回の動画は苦肉の PR 策だというのです。少子化に悩む町では手厚い子育て支援で移住者らを募ってきましたが、認知度は今一つ。事件仕立て、賛否両論の動画で子育て策を強烈に PR しました。取り調べで町長が告白したのは、お金を配りました。詳しく説明してちょうだい。はい、子供が生まれた人に100万円、家を建てた人に120万円を渡しました。町長、僕もこの間子供が生まれました。あ、じゃあいくらいいものをやっても伝わってなかったら、やってないと一緒のことなんで、どうにかこう、多くの方にその施策を知っていただこうと。企画、撮影、編集は20代から50代までの有志の職員5人が手がけました。撮影は役場の倉庫などでスマートフォンを使用し、編集には無料のソフトを利用するなど経費をかけずに完成させました。そうですね、演技指導をいただいたので、もうそれに忠実に再現するように頑張りました。どんな演技指導がしたんですか？こうやれ言ってこちらの演技指導の方に。楽しそうにオーバーにということで。なるほど、はい、そんなに深く掘り下げられてもそんなに出てこないですこれまでに5本の動画が公開されていて、再生回数はすでに2万回を超えています。有罪とする。理由、政策が手厚すぎる。なんでこんなに頑張ってるのに。大きな反響に町長は、想像以上に手応えはありますね。本当にこう政策も充実しているし、それから安心安全な場所だということも知っていただくと、もし移り住むんであれば、吉備中央町だと思ってもらうようになっていただきたいです。小さな町の罪な取り組み。吉備中央町では3月中旬にも新たな動画シリーズを YouTube に掲載していくといいます。